第11試合ダブルメインイベント DK コーポレーション提供試合ワードクケージファイトライト級タイトルマッチ5分5ラウンドを行います。まずは青コーナーより挑戦者八木啓司選手の入場です。He put a trendy right hand on him when he come. No can why not go in stand up, get me some. Scuzzy big bass landslide on me son. All over the globe, we are winning a Japan. It's what I face in a combination. From Kings in a New York and in a London. And we put all up, number one is Japan. Then if they are in town run. Come be safe.試合に先立ちまして総合格闘技団体モサレン会長田中様より八木啓司選手へ激励賞の贈呈です。八木さん頑張ろう。続きましてタイトルマッチセレモニーといたしまして選手権試合宣言を行います。選手権試合宣言、本日世界観においてワードックケージファイト40メインイベントで行われる王者鈴木和志と挑戦者八木啓司の試合をワードックケージファイトが認定するライト級のタイトルマッチであることにここを宣言します。令和4年10月23日ワードックケージファイト代表柿原由紀、ワードックケージファイトコリア代表ヨンチュ君。続きましてチャンピオンベルトの返還です。続きまして国歌斉唱を行います。皆様ご起立ください。ください。それでは最後に写真撮影を行います。はい、ありがとうございました。第11試合ダブルメインイベント DK コーポレーション提供試合ワードックケージファイトライト級タイトルマッチ5分5ラウンドを行います。青コーナー挑戦者モサレン所属八木啓司。対する赤コーナーワードックケージファイトライト級チャンピオンリバーサルジム新宿ミーウィー所属鈴木和人。レフェリー杉村啓司、ジャッジ内川貴之、ジャッジ田中裕樹、ジャッジ府警隆久。八木君スイッチ切り替えてね。八木負けないで。ラウンド1。
終了です。
Yeah.
八木さん、足崩しちゃダメですよ。鈴木選手のダメージ回復のため、しばらくお時間をいただいております。ただいまグラウンド状態での顔面への膝蹴りにより、タイムストップをいただいております。ただいまの試合について説明させていただきます。グラウンド状態の首から上への打撃攻撃はパンチ、肘のみが有効ということになっております。で、今反則の首から上の膝蹴りが入ってしまい、目が開けれない状態、続行不能ですので、この試合に関しては、八木選手の反則負けという判定にさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。試合続行不可能ということで、この試合は、これで終了します。